これだけの破壊をしておいて目を輝かせるなんて、あんた実は恐ろしい女ね。あ、深尾さん、あれ見てよ。あそこから下に行けそうだよ。それにしても派手にぶっ壊したわね。少女がやったとは思えないわ。それはいいけど、あんた本気であの連中のところに行くの？私たちは脱獄犯なのよ。戻ったら問答無用で捕まるかもしれないじゃない。そうかもしれないけど、そうじゃないかもしれない。どっちよ。でもちゃんと説得すればきっと分かってくれると思うんだ。だって私たちもあの人たちも暴れてる子供を止めたいって目的は一緒なんだし、そのためならきっと力を貸してくれるって。戸上さんの救出だって手伝ってくれるはずだよ。まったく、あんたの変わりっぷりには驚かされるわね。けどあの根性なしの連中が危険を冒してまで私たちに協力するかしら。大丈夫だよ。もっと根性なしな私でさえこうやって頑張れるんだし。まあ、あんたがそこまで言うなら私も信じることにするわ。だって友達同士だもんね。なんか怖いよ。怖いとは何よ。
もういい、さっさと行くわよ。待ってよ、深川さん、嘘だって。最初から僕らを騙してたんだな。とぼけても無駄だぞ。僕は全部聞いてたんだからな。白状しろ。お前は僕らを騙してたんだろう。おい、仲間割れか。どうせ割るならもっと割るべきもんがあんだろうが。クッキーとか瓦とか好きな昆虫のガラスとか腐るほどあんだろうがよ。うるさい。僕らはこの街を楽園にするって誓ったんだ。歴史を変えるって約束したんだ。こいつはそれを邪魔したんだぞ。ヒストリーを変えるってか。ま、今のお前はヒステリーだけどな。っていうか新月ボーイは疲れてねえか。どうしまったんだ。まさか疲れたのか、それとも疲れちまったか。そんなマニアックな展開ははっきりになっちまうぜ。うるさいって言ってんだろ。こげろ。怖いな。僕をどうするつもり？お前のせいで、お前のせいで。そんなに怒んないでよ、新月くん。召使いさんに頼んだのはモナカなんだから。え、モナカちゃん、なんて言ったの？だから召使いさんに頼んだのはモナカなんだよ。何を頼んだって？苗木小丸さんをここまで連れてきてって。嘘だよね。嫌だな。どうしてそんな冗談を？ごめんね、本当なんだ。嘘だよ。だってそんなことする意味ないじゃないか。そっか、いくら賢い新月くんでもわからないか。ま、しょうがないよね。だって何も説明してないもんね。説明って何の説明？説明のいることなんてあるの？僕らは楽園を作るんだよね。そのために革命を起こしたんだよね。ごめんね、モナカは楽園なんてどうでもいいんだ。え？というよりモナカの求める楽園が新月くんたちの求める楽園とは違ったってことかな。子供たちが平和で穏やかに暮らせる楽園とか、モナカはなんも興味ないのでした。ふざけるな。なんだよそれ。だってしょうがないじゃん。二代目江ノ島純子ちゃんのためなんだもん。は、二代目純子お姉ちゃんの後を継ぐ二代目だよ。それがモナカちゃんの求めるものなのじゃ。だから召使いさんとは目的が違うんだよ。途中までは一緒に頑張ろうって約束しただけなの。そういうわけだからあまり嫉妬しないでよ、新月くん。わかんないよ、モナカちゃん。さっきから何言ってるの？いいからさ、新月くんはこれからもモナカのために頑張ってよ。ね、モナカのためにさ。え？新月くんの発注もらっちゃった。
何するんだろう。だって新月くんってモナカが好きなんでしょ。モナカなしじゃダメなんでしょ。モナカが好きで好きでたまらなくて時々エッチな妄想をしたりしてるんだよね。やめて、やめてよ。ねえ、モナカとチューできて嬉しいでしょ。もっと頑張ってくれたらもっともっとこれ以上のことをしてあげるよ。だからモナカのお願い聞いてくれるよね。来るな、来ないでよ。新月くんって大変だよね。優秀なせいでいっつもみんなから期待されてさ、そんな自分に自分でも期待していっつもそれに苦しんでるんだもんね。来るなって。でもモナカは何も期待してないの。最初から新月くんなんかに期待してないんだよ。だから二代目江ノ島純子のことも内緒にしてたし。だって新月くんは弱い弱い子供だもん。期待する価値なんかないよね。来るなって言ってんだろ。っていうか最初から誰も期待してなかったんじゃない。新月くんが期待されてるって勝手に思ってただけでさ、全部新月くんの勘違いだったんじゃない。来るな、来るな、来るな。うん、相変わらずモナカちゃんはえげつねえな。まったくだよ。女の子をぶつなんて新月くんはかっこ悪いね。でもね、そんなかっこ悪くて誰にも期待されてない新月くんがモナカは超絶大好きなんだよ。世界で一番愛してるんだよ。うモナカに期待されたかったらもっともっとモナカのお願いを聞いてね。モナカのために死ぬ気で大人を殺しまくってね。ね、新月くん。ねえ、深川さん。何よ。私たち何度も下水道を行き来してるけど大丈夫かな。大丈夫って、何が。匂いとか染みついちゃってない。さすがに体の匂いが気に。あ、ごめん、深川さんに匂いの話題は禁句だったね。禁じてないわよ、逆に失礼じゃない。うん、薄暗くて嫌な場所ね。あんたは下水道系女子だからいいかもしれないけど、初めて聞くジャンルだよ。つけられてないよね。
大丈夫だと思うけど、問題はやっぱりあの連中の方よ。まともに話を聞いてもらえるかどうか。きっと大丈夫だって。頑張って説得すればなんとかなるよ。以前だったらふかわしゃんって泣きべそを書いてる場面なのにね。そんな喋り方しないって。まあ失敗したとしても、あんたのがっかりな活躍はしっかり見届けてやるわよ。うん、ふかわさんが見ててくれたら心強いよ。今の嫌味のつもりで言ったんだけど。へー、それが応援してるように聞こえたってことは、もしかしたら変わったのはふかわさんの方かもね。それはまずいわね。心は綺麗で口は悪いってのが私の持ち味で。あ、待って。ねえ、何か聞こえない？何かって？叫び声？ふかわさん、急ごう！子供たちが集まってる。何が起きてるの？嫌な予感がするわね。急ぐわよ。湧いているみたいね。死にたくない！
そう、そうね。うん、まだだよ。向こうは本気でここを潰す気だよ。きっとこの程度で諦めたりしない。まだ続くの？もうこっちの体力が持たないわよ。あのね、ちょっと僕から提案があるんだ。聞いてくれるかな？提案って、何よ。敵ははしごを使わないと入れない入り口からじゃなくて、基地の奥に開けた穴から退去して攻めてきてるんだ。だから敵の攻撃をしのぐためには、なんとかしてその穴を塞がないとダメなんだよ。穴を塞ぐってどうやって？実は僕の体の中には、いざという時のために大量の爆薬が積んであるんだ。自爆用ってこと？でも度重なる戦闘で自爆スイッチが壊れちゃって、もう自分じゃ爆発できないんだ。だから君にお願いするしかないんだよ。お願いって、自分を撃って爆発させろってこと？ダメだよ、そんなの絶対にダメだって。だけどみんなを救うにはそれしかないんだよ。僕だって怖いけど、でも大丈夫なんだ。自分でも不思議なんだけど、みんなを救えると思うと勇気が湧いてくるんだよ。 AI を搭載しただけのモノクマが何を言ってんだって思うかもしれないけど、でも本当なんだよ。みんなのためなら怖くないんだ。だからお願いだよ。でも。おい、大変だ。また奥の穴からモノクマが入ってきたぞ。お願い、僕を奥の穴まで連れてって。僕はどうしてもみんなを助けたいんだよ。できないよ。小丸ちゃん、いくら
ても戦わなきゃいけない時はあるんだよ。死を恐れずに立ち上がらなくちゃいけない時だってあるんだよ。大事なものを失ってからじゃ遅いんだよ。白熊、それでもまだできないなんて言うなら。僕は君を殺す。